最後から助産部助産部レンデルス運動飛行機これは一番最初にですね、くじやなんかを行う前に、神仏に対して行う、この、祭り守っていただくということなんですね。案外皆さん見てないと思う。こういうの1、2、3、4、5と。まあこういうふうに。これはまあ兜を最後かぶるね。で、最終的にはですね、ここと、なんか十字みたいに見えるんですよね。こういうふうにこうやったりもするんですね。そしてこう、体全体を守っていただくというようなことがある呪術ですね。で、あとですね、いろいろこの三天大黒、弁財天、マリス天とかですね、白道とか、アイゼミョウとか、イズナとかですね、三百五神というのはね、これはこれもよく紹介される場合があるんですが、ここの脈と、ここの脈をこう見てください。こうやってね、正常脈。どんどん落ちてるでしょ。で、こっちの手で自分 の, 腕の脈、3つの脈ですね。その脈が揃っているときは、その人は災難じゃない。乱れたときには何かが、まあ、こういうふうに信じられていたご信仰ですね。これも一般化しましてね、結構物の方に出たりしますね。で、いろんなお守りを使ったりしてますね。これ、今のね、これ不思議なことの話が実際当たったと書いてますが、ね、まあ、たまたまでしょう。それで乱れたからね、飛行機乗らなんだからね、その飛行機が落ちたとかなんか、まあ、ほんまかどうかわかりないが、まあそんなこと変えたものになりますが、まあそんな力はありませんので、ね、まああくまで参考にしてください。で、これは高価の方はここの海だったら、ご存知かわからないですが、高価の福龍寺という寺なんですね、水名権現の像なんですが、これは高価の木村奥之助の、家ですね。その系統の家ですよ。同じ家から出た金だけが寄贈されたんですが、寺にね。それのですね、元は高価の山伏ですね。高価奥の坊から出た家からのものですね。もともと、忍者は直接関係ないんですが、実はですね、伊豆名の秘伝とか伊豆名の術とか言いましてですね、敦煌派遣とか言いまして、これが高価や伊賀の人数になったという遺伝書もあるんですね。いろんな作法が伝わっておりますね。呪術です。で、体を鍛えるのですね、まあ、目を見たりですね、闇を見たり、こう月を見たり、日を見たり、こういう知さを聞いたりするんですが、目はすぐに皆さんいつもこうやると思いますので、やってるというんでね、こう近く遠く見るのは、いつもこうやるようにしてみてくださいね。前。横で、それをしてですね、前はこれっか言ってるが、こういうふうにしてですね、前を見ながら自分のこの手足を動かしながらそれを見る。こっち見てしまったらこっち見えないでしょ。で、だんだん最初はこれぐらいの手だんだん広がってきて、目が出てする人の方が見やすい、当たり前です。で、これをだんだんこの要するに全体を見るというもこういう、これはまあ前も前でこれはやってませんので、そういうやり方でですね、こう思い出していくということですね。で、音を聞くのを実際に聞くとかですね、一つの音に集中するということですね。前はこのなんかもう張り落として聞くんだとか何とかいう話をしましたが、その時何本落としたのかとかですね、本数を数えたりですね、人混みの中で一つの音を聞いたりする練習をするとかですね。で、手の触覚や味覚って、これはいいものをいつも触っているし、味わえるわけですね。そうすると悪いものが分かるということですね。だから、いいもの、よく骨董屋なんかもそうでしょ。古美術もね。いいものを見なさいってよく言いますね。いいものばかり見てると悪いものがすぐ分かる。いうことなんですね。だから、いいものを触れる。いいものの匂い。いいものを味わう。そうすると悪いものが分かる。そうしてですね、治水化復を自然と一体化しようということですね。合わせて、息を止めたり、なんや、動けなとか我慢したりですね、動かないとか、まあ、いっぱいありますが、まあ、こんなものをやると、健康害するだけですね。だから、あまりやらない方がよろしいでしょう。参考にしてくださいね、こういうのはね。で、実際にこう、動かすということは、これ、まあ、武術と非常に近い部分もこうありますのでですね、まあ、実際のこの、動かすときには、この、いろんな塗
女神だとかね、さっき言いましたけどね、氷の上で動いたり、つま先とか足先やったり、まあ、いろいろこうやるわけですが、まあ、この動き方をこうやっとかないとですね、これはダメなので、ちょっと今日は早速ですからですね、まあ、お時間もないので、こういうことを中心に出すのでね、やりましょう。まず前、抜き足、差し足ということを説明いたしましたですね、これは転換するのをこうやりましたね。まあ、ここへ出て行っていただけるとですね、こう前に行った時にですね、こうやるのではこうダメなんですよ、こういうあれこれでダメなんですね。こういった時にはここかで戻るか、ここで戻るか、であとこう何するかというか、こうこれかかとで一緒に動いてますね。で、すぐ下がるね、かかと、つま先、ここと、ね、やってみてください。やられる。